ハズレから3つ。へい。おお、気持ちいい。おはようございます。おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の翔です。セブンズ TV メンバー人間体感キワロスです。というわけでお二人の企画やってまいりました。はい、ごちもりごちもり。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。まあ朝こうやってここの場所で撮ってるということは、今回もはい、鬼が降臨するあの医者から止められて首というかね、もう首から腕まで痛めて医者に鬼はやっちゃダメですじゃあ視聴者じゃんじゃあ見てるじゃんね。あの時の実戦があまりにも見せ場がなかったからこそエンディングで頑張っちゃったって節はあるじゃん、うん。まあ、そうならないような実戦にしたいね。そうだよ、あの2人とも楽しんでスロット打って勝って見せ場があって、なおかつ鬼が降臨するという展開結局降臨する、降臨するねというわけで、まあ、今日も元気に皆さんに面白い場面をお届けしたいと思いますので、本日も一日ご視聴の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。いくしょ俺もうエンディング分かるわ鬼降臨してるわこれいやこれなってるもんなじゃこれで99番です。というわけでこちらね、東京都江戸川区にございますウエスタ環七南火災店さんの芝生です、朝一抽選99番、可能ですね。頑張って入場していきます。あ、おはようございます。ちょっと繰り上がりましたね。87まで上がりました。三大構成とりあえず見たいんやけんど、アイドルマスター空いてない。番長待ってる。正宗も待ってるし、どうしましょうかね。こっちがノーマルやろ。あ、いいわ、相手だわ。バイオ打ちます。バイオいきます。はい、といったわけで朝一取らせていただきましたのはこちら、バイオハザード7。一回打ったことあるんで、まあ、どんなゲーム性かっていうのは分かってます。とりあえず打っていこうかなと。バラエティに1台だけの台なんで、設定的なところはどうなんやろうっていうところもありますけれども、とにかくやれるところまでやって、厳しそうやったら移動先を考えたいかなと。バラさんに溺れるように頑張りたいと思います。ではいきます。ユーリックかな、やっぱ切れてるね。はい、いきます。レディーゴー。休館からか。これ休館じゃなくてもう一個の方からやと良きモードかもみたいな。ワロさんは汚いリゼロって作ってたんだっけ。僕のイメージで言うと丁重に作られたリゼロっていうイメージなんで。で、まあ、これが一応このポイント、バイオポイントっていうのを貯めるゾーンで、1000ポイントになったら何かしらのアイコンを取ります。まあ、1000ポイントまでは待ち。そういうところもリゼロと似てるなっていうところ。あ、行ってくれてよかった。で、ここまで行くとここにほらびっくりマークみたいなのが出るんですよ。これを押してやると、ラチが開かないな、うん、こういうセリフを言うんですよね。でこれで内部モードの下やってます。このままじゃラチが開かないのは多分一番良くないセリフかな。悪夢はこれで終わりだ。天国びっくりはてなのセリフですね。朝一は天国モードスタートやったかもしれない。はい、これ全長です。これでベイカーズディナー移行しますね。バイオの世界観マジでかっこいいもんな。こんな歌流れたっけな、いつも。本全長確定かな。歌ずっと流れてるもんな。かっこいい。バイオセブンのこと好きになってしまう。バイオセブン発した時も音がすごいいいなと。上乗せの効果音が最高やったのに、こんなかっこいい曲聴かされちゃうとまた打ちたくなってしまう。はい、マイファミリー。まあほぼ当たります。これほんまは何やったか、包丁かなんか持ってんねやったっけな。デバ包丁か。はい、星4。やっぱパチスロでもこういうちょっとリアリティのあるデバ包丁は出したらあかんねんな。嘘だ。はい、当たりました。ぬるっと当たります。148ゲーム、液晶ゲーム数では147ゲームです。いきます。で、演出3種類が選べるんですけど、まあ僕はスタンダードが一番好きなんでスタンダードでいきます。何もアイテム持ってないんでちょっと厳しいかなといった感じ。さあ、シューティングチャレンジ。はい、レベル1です。22分の1で突破と。なんで22分の1を引けばセカンドステージに移行できるというわけでございます。だからトータル期待度は 50% いきます。緑が弱い。はい、もう厳しいね。復活にかけるしかない。はい、残念。お、2ゴロで出やすいと。ルーカス
はい、抽選でございます。よろしくお願いします。じゃあこちらで聞いてください。よいしょ。20です。入場。20番で入場。そんな台数がある店ではないんで、もう朝一取った台で決める、まあ、いつもそうなんだけどね。おはようございます。よろしくお願いします。けい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 。あ、絆は開いてんだな。あ、パンケー書いてるわ。これでいく。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キバロスです。朝一反逆。あのね、カメラとの距離が近くて嫌って思うかもしれませんが、駅近のホールは通路が狭いからこうなっちゃうんだよね。もうカメラも極限まで近づけて撮っちゃうから、もう笑す近って思ってもそれは我慢してほしい。いきます。実は最近ね、この反逆打つ機会があって面白かったんよ。反逆って時代に殺された機種だよね。システムもよくできているし、反逆の映画の陰鬱な雰囲気もいい感じに台で表現できてるというか、いい意味でも悪い意味でもあんまりグラフに振れ幅がないからすごいまったりしてんだよね。まったり負けるというか、コインが1枚40円一回転120円になったらバランスが取れてるかなって思う。当たりそうだね。よし、162回転投資5000円。黄色、赤、青、いくぞ。まあ、レア子役を引けばいいと。すごいシンプル。いかにね強子を取るか取らないか、そういうゲーム性だから。よし、寝かした。よし、今日は初めての巻きからっしゅ。最低だ、100。まあダメだね。はい、198枚。微妙にまくれていないと。はい、今日初めてのチャンスゾーン。これがまあ難しい。簡単でした。ありがとうございます。44回転。完全に信号。と思えが強固でも うまいうますぎる。強固をいかに取るかっていうゲーム性。チーズ。またもや100枚。駆け抜け。188枚。まあやめるわ。いいとこないね、マジで。セリフはチーズチーズチーズだし、他の台探します。はい、発展。あ、お母ちゃん強いね。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん、チャンスアップあり。お母ちゃん、おお、当たった。お母ちゃん激アです。493ゲーム。一応 B の振り分けもありますし、 C の天井かな。ここは投資は1万3000です。さあ行きます。こんだけアイテムとバレット貯めたから倒しましょう。行きます。クライマックスバード。さっさと倒して DLC 版をやりたい。青4つ、黄色1個、緑2個。そしてアイテムチャンスが2と。レアヤックスイカ。おい、バレット黄色獲得。さあアイテムチャンス、ガチャの時間です。オープン。ファーストステージのレベルプラス2と、ファーストステージのレベルプラス1。はい、ということでファーストステージはレベル4以上。連打します。全然上がらん。うわ、67いけ。6か。結構貯めたはずやのに微妙っすね。レベル6、75%オーバー。とりあえず一戦必勝いきます。ここで負けると結構こっから続けるのきつくなっちゃうからね。赤、次ゲームフリーズさせろ。
フリーズしてます。よし、さあファイナルバトルいきましょう。セカンドアタック、さあ7ゲーム以内にとどめの一撃を放て。中古車センター、ここでの当たる音がね最高に気持ちいいから取りたいですね。 55% アライブ、なんとなくレバー叩いた時の音で分かったりするんで、来いよ。おっしゃ、AT 確定じゃい。ドン、現実を見ればハンドガンなんかでこんな巨大なクリーチャーを倒せるかどうかは分かりませんが、とにかく確定でございます。出た、顔の変わってしまったクリス。さあこれで本編クリアです。で次からは DLC 版いきます。ルーカス・ベイカー追いましょう。そんなにね初期の上乗せゲーム数の性能に何かこう差があるっていうのは思わないんで、なんとかたくさん乗せたいです。5ゲーム OK、 赤長押し、いいよいいよ、24ゲームでかい。木山慎二郎、おい、あ、終わった。はい、69でございます。ゲーム数はこの69ゲームで終わるってことはあんまりない台ではあると思うんで、たくさんゲーム数を話して一気にガッと出玉取って完走させたい。いきます、ハザードラッシュ、お、パネルがフラッシュ、ういし、上乗せ、そして変異リプレイなんで、はい、気持ちいい。どんどこどんどこ上がってけ、どんどこどんどこ上がってけ、はい、10ゲーム、どんどこどんどこ上がってけ、どんどこどんどこ上がってけ、ハズレ、ほらハズレからワイルドファイヤーっていう特化ゾーンの抽選やってるっぽいんで、そこもコンスタントに引ければガッと取れる。お、振動してる、めちゃめちゃ激しい。上乗せじゃないよ、違う、間違えた、上乗せじゃないっすか。上乗せしてさらについてきそうな気する。振動は激アツでしょ。ここで追加、あ、マシンガンチャンス来るか、お、来た、追加から何分の1やったっけな、10分の1だかなんかでいくやつ、はい、長押しないとずっと上乗せ、15ゲーム、そしてこれ上乗せです、さっきのチャンス面、はい、チャンスゾーンみたいなのに行けばいい、行った、 OK、 バイオゾーン、これ勝ち取れば変異させれる、来い、変異したくてもまあ3ゲーム上乗せみたいなもんやから、外れ目、チャンス、外れ目でチャンス、ワイルドファイヤー行くかな。このハザードラッシュが緑はあんまり強くない、赤まで上がってくれればワイルドファイヤーのチャンス、いったね、赤もらったんちゃうかな、ワイルドファイヤー、残念、あ、弱い、これ一番弱いね、爆発から逃げろ逃げろ、よし、ワイルドファイヤー、イーゴー、押し順ベルが来たら必ず上乗せ、これ気持ちいいよね、10ゲーム、はい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 、まだまだ乗せつけ、レア役だぞこれは、やったね、うまい、追加、20ゲームおでかい、あ、お、外れて乗った、はい、というわけでワイルドファイヤートータル55ゲーム上乗せ、残りゲーム数が114ゲーム、1000枚ぐらいは出せるんちゃうかな、とりあえず投資分は返ってきそう、弱チェ、弱チェ、急に落ちてくんな、弱チェが、赤ミス、あ、お、逃げれる、これはナイスタイム、ナイスタイム、10ゲーム、おお、ドン、あー気持ちいいわこの音、おお、もう、おしよ、天からおしよ、30ゲーム離せ、マジ増えるとき無限にゲーム数増えていくん違うかなって気持ちがする。上限は810ゲームってあるんやけれど、はい、というわけで終了してしまいました。エルビン242ゲーム消化の1015枚、ちょっと順増通りには出てくれませんでしたが、投資分も回収しましたし、結構ね、いろいろ上乗せ引けたんで楽しい気持ちで消化できました。 OK、 本館、うん、これがねちょっとやばいやつ、問題こっからやから、前回ワロさんから施しを得たので今回は施しをしたいんでね、負けたかないから、はい、おはようございます、セブンズ TV メンバー人間体感機ワロスです。と
6号機アイムジャグラーかな、初めて打ちます。何が違うのかジャグマニアの僕がね丸裸にしてやろうと思います。まず3回転で渡らず、この僕のゴチモリこのアイムジャグラーで終わるわけではなくて、稼働率が上がっちゃってて死んだ6号機しか空いてないような状態だったら、まだこの掘られていない今日初当たりなし250ゲームハマりのアイムジャグラーいっちゃうよね。で俺はいつまでこのよくわからんアイムジャグラーを打ってるのかっていう、また台探します。何やってんだ俺は。はい、よくわかりません。ギアス打ちます。もうスロットは難しいね、ポチスロうまいっすよっていう見た目の方が何人も徘徊してるような感じなんで、なのでフィールドをスロットコーナーからパッチングコーナーに移りました。探します。当たったね。ベイカーズ以内移行せず377ゲームおう、もう当たってた。えい、はい、ユーリックからランプが切れました。大丈夫でしょう。はい、当たりました。141ゲーム。まあね、天国はこうやからな。はい、当たりました。746ゲーム A 点です。さっきの天国をものにできなかった罰。アイテムチャンス3持ってます。ちょっとバレットは心もとないけど通るしかないっしょ。赤よ、わお、これやるしかないっしょ。鬼と言われた俺が感染者を食い散らかす。赤やんけ。 OK、 ラリーリラリーパワーなんそれ。レア子役引いたらそのバトル各地各です。4からの赤でどこまで行くんだ。6、はい、いやいや、ここまではめたお前を許さない。俺は絶対にだ。ここで沈めてやる。あ、ようとなった。はめ倒してくれたな、よくもよ。バーン、直視してると目がやられる。はい、本日3回目の AT。 おお、雰囲気と外れから3つ。へい、おお、気持ちいい。よし、いい前年、30ゲームイエス、うまっ。長いね。あー、22ゲーム、オッケー、9時、ありがとう。さあ、はい、あー、花、とりあえず1000枚、目標いきます。たっぷり乗せてやるからよ。うん、一角5ゲームストン。来い、もう一丁。あー、10ゲーム。音はマジ最高に気持ちいい台やな。 OK、 赤来たね。ワールファイル、おい、ママモールデッドを撃破しろ。ママー、 OK、 ワールファイル10ゲームいいね。200枚オーバー、40ゲーム合わせ。突破型 AT でこういう形でゲーム数を合わせしていく台、やっとバイオが一番好きかもしれんの、ね、やっぱり速攻駆け抜けが少ないから。どこに行きまんねや。ジャクチェステージアップ。ああ、ワイルドファイア行ったね。ギリギリ間に合うた。うい、ワイルドファイア残り3ゲームのところで、もう700枚超えちゃうから有力感の引き継ぎはないんで、ここはもう全部乗せる。はい、40ゲームはのせ700枚オーバー終了です。またデフォルト。はい、というわけで221ゲーム召喚の968枚と、はい、どちら休館。まあまあ打つか。よかった、でも A 点からしっかり出てくれて危なかった。さっきより一応プラスになってますからね。はい、もう大移動に次ぐ大移動だね。アジン、もうパチンコにしました。じゃあアジンをね打っていきたいと思います。これ2年前の騎士なんだ。よし、やっと来たわ。やっとアジンチャレンジ。ほんと待ちに待ったわ。これが要は 50% で突破すればいいと。やっと来ましたわ。行くぞ、うん、これでいいや。実
しゃ、どこに狙うの、何もね、赤ビジョン来たらもらったんじゃない、特に球は打ち込まなくてもいいと、赤ビジョン来たら絶対いけっから、はい、はい、来たー、やったぜ、うぃー、しゃー、コングラチュレーション、投資26,500円、まだチャレンジでした、まだ戦いは終わらないの、約 50.1% で突破らしい、成功するとスーパーアジンラッシュ、いやもうこれシステムクソ難しいんだ、突破すればいいんだよ、いくよ、いけ、頑張れ、いけ、いったまいったまに気持ちを込めて入れました、はい、落ちたけど、毎回落ちるのかな、はい、クライマックス、2.5、田中クラッと来い、こっちかよ、連打、はい、もうファイナル、怖え、これ。うわあ、終わらない。マジかよこれ。本当かよ。もう当たらんぞこれ。ドヤ顔するなんて。うわあ、5、6、9。はい、当たりました、91ゲーム天国ですね、クライマックスバード、いやー、たまにはこの何もない状態で勝ち誇ってみたい、はい、頼む、あーもう嫌だ、あーフリしてる、オーケー、クイル行きます、セカンドステージ、セカンド今日全戦全勝やから、今日の実戦終わるまで勝ち続けたい、顔の見えない男イーサンは最強だぞ、まだだから復活があるかもしれんから、イーサン立ち上がれ、立ち上がり、おお、復活なし、ゾイなんで2否定ですね、本館、いやー勝ち残りたかったな今の、あの腐れ顔面、どっからどう見てもビオランテにしか見えへんねんな、誇張しすぎたビオランテって感じ、5代目は刑事失格、なんでこの代かっていうと生半可な代ではまくれないから、無理じゃ、こりゃ無理じゃ、また見て回るわ、ショックでか、あ、エルヴィン、これレア役で本館、ここでレア役行くと上位モードの可能性あるんですよ、スイカなんで一応 50% で天国で、振り分け的に A が 17.2% で B と C が 16.4% ですね、まあでもエルヴィンが出てきてるんでおそらく天国じゃないかなと、でここでいいセリフが出てきてくれりゃいいよね、やられてたまるか、ちょっとねまだ勝ってるんですけど、ちょっとね危ないところまで来てる、15ゲームでの発展やからちょっと弱いね、 2V1 の天国は取れなかったか、あれや子役で、あとはもう C か B にいててもらわないとってところはありますね、 C にいてくれるのが一番いいけど、こうなってくるとね、はい、当たりました、ヒューリでスイカを引き、まあ、天国はなくとも B か C かなと思い打ち続け、やってきました738ゲーム A 点、しかしこの間にためにためました、私は青バレット5つ、黄色バレット1つ、緑バレット1つ、そしてアイテムチャンスが3つ、今マイナス領域なんでここで AT ぶち込みたい、前回施されたワロさんに施し返しをしたいと思います、行こう、マジでやりやがってこの野郎、仕留めるぜ、赤1個目はプラス1、オッケー、ラストチャンス、ついてきて、ファーストステージレベル2とラストチャンス、はい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 、レベル4、はいはい、レベル4、はい、5、うん、5回ね、いきますよ、 70% じゃん、外すわけにはいかねえんだ、はい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 、当てれるわけないやろ、もうこれ2択で当てろってことやん、あー、クリス、外れ目で、頼む、イーサン、クリス頑張れ、うわー早い、お願い、くそー、当てるしかねえわ、
あ、フリーズしてる。うっ、オッケー、セカンドステージ行くぞ。レア役これで当たってるとかないかな。行きます。さあ AT 当たりはプラスや。プッチュン、はい、あー来た、いい音。よっしゃー、勝ちや。ワロさん施し返し、飯の時間だ。なんとかプラス、ワロさんとなんかうまいもん食いたいと思います。いきます。おっ、よっしゃ、ありえへんゲーム数、ありえへんゲーム数、全然普通。オッケー、また来た、ありえないゲーム数、17ゲーム。岩佐田くん、また花、さっきも天井から花やった。これでまくれるはず。いきます、10ゲーム上乗せ。赤カットイン、避けろ、遊ぶなよ、人の心で遊ぶなよお前。オッケーオッケーオッケー、ワイルドファイアチャンス、ダイビング、イエス、ワワ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 ー、いきます。今までのワイルドファイヤーで一番しょぼかった。お、赤字来るんじゃない、マシンガン。おい、来た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 、もっと早、17、岩佐田くん、はい終了です。というわけで184ゲーム消化の806枚、また順増通り出てくれませんでした。でも OK です、これでプラスです。やめます、はい、休暇、まあ、モード的にはいいかもしれないですけれども、今日はこれぐらいでやめて、もうワロさんにおごることができるようになったのでやめたいと思います。この後店内状況、そしてエンディングで一緒にワイワイガヤガヤ喋りながらご飯食べたいと思います。はい、店内状況、 G1 ダービークラブ、これいいグラフだね、おめでとうございます。200個で、前代っぽいのがイニシャル D、 前代箱を使われていて分回されている、おそらく前代でしょう。あと北斗の剣もこの台なんかね、6号機の高設定っぽいグラフをしてますね、おめでとうございます。合算101分の1、アイムジャグラー。合算116分の1、ビッグ11回、レギュラー21回の台だね、すごいレギュラー選考、頑張ってください。日暮らしはね、こちらの方の台が非常にボーナスいけてます。133分の1、設定ありそうかなという話はしてました。で6号機の刑事もすごいですね、反逆ですね。ボーナス合計が27、ボーナス特化16回と、で上に1箱です。でこちらの吉宗は4以上ありそうですっていう話です。物語シリーズセカンドシーズン、あーいいね、グラフは綺麗。麻雀ファイトクラブ3両方とも箱使ってるけれど、こちらの方が1箱半で、こちらの方が1箱で、モンハンワールドもこちら2箱ですね。上にデュエルドラゴンプラス、ビッグはちょっと引き負けしてるんですけど、化けが非常にいいですね、128分の1。マド2、こっちの方がプラス領域でも2人目か3人目の方ですね。バーチョ3がこちらの方が上に1箱半、58の7、45の9、上に勝ち盛り1箱、こちらの方が43の4。ここ3台がなんか並んで出てるかなという感じですね。絆2は67、合計で上に1箱ちょい。 6.1 号機のホークと、こちらの方は朝からずっと粘られてますね。初当たり13回で300分の1切ってるぐらいですね。ゴージャグ、ビッグ17のバー20回、4632回転です。回数自体は結構ついてる、ジャグラー多いっすね。この台バケちょっと弱いですけど、ビッグの引き強いですげえ出てる。ビッグ174分の1でバケが284分の1、すごい。こちらの台もいいですね、ビッグ238分の1、バケ226分の1で合成116分の1、上に1箱。いやこちらの方もありそうですね、上に1箱半、4368回転でビッグ18のバー22回と。スーミこちらの方5はありそうかな、4082回転でビッグ17、バー14回、ビッグ240分の1でバーが292分の1、132分の1です、構成以上です。前回来た時よりはちょっと弱くなってるかなって感じなんですけども、前みたいな前代系みたいなのはちょっとなさそうかなって感じですね今日は。というわけでこの後はワロさんと一緒にご飯食べてきます。お疲れ様でした。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう行くか、出社発表、はい、行っちまうか、俺から行っていいか。いいよ。投資が13,650枚、はい、で回収が1300ちょいちょい枚やから、プラス650ちょいちょい枚。ごちそうさまです。ありがとうございます。僕はね、立ち回りしました。基本的には僕はもう朝一トタ台をずっと打つっていうスタイルなんですけど、うん、今日5台打ちました、うん、5台打ちまして、はい、投資の方が、うん、3枚1,000円、お回収、うん、ゼロ。コインも玉もやった、うん、でもゼロ、うん、でまあおごってもらうって分かってからちょっといい店予約しちゃった。いやでも前回ほら
両方とも負けた状態でいいものを食べさせてくれたから今日はあの買った分全部突っ込もうと思ってます。ありがとうございます。はい、揺れるんカメラは、うん、私が完璧にありがとういたします。はい、とりあえずお疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。はい、どうぞ。うまうまうま。もう幾度となく言ってるけどおごるのが好きな人間やから、まあ、もういっす、うん、もう飯なんてのはねいいもん食ってなんぼやから。いやゆとりくんにも聞かせてあげたいね。まあ彼もね施されまくってる人間。あ、うん、じゃあ作り、あ、はい、盛り合わせて、はい、ありがとうございます。もうほら、うん、刺身ほらすごいでしょ、うん、これを今からいただきます。俺の消えてった諭吉も報われるわ。成仏できるわ。チカメ金時、うん、初めてかもしれない。うん、この金時うまい。味がある。そんな味があるってな。魚なんかも食べてみたらもう全部一緒やから、ほんまや。今食ったのイシダイか。イシダイマジでうまい。味がうまい。まさかのまた味重複。そんなね、うん、味が美味しいって言うけどさ、タイやろ。一緒やろ。全部タイやもん、ほとんど、うん、そんなね、味がほんまや。これがめっちゃうまい。マジで、うん、ちわく絶対好き。もう美味しくなかったら今日俺おるわ、うん、美味しくても美味しくないって言うかな。でもこの子持ち昆布、うん、これを口にして、うん、まずいなんてこと言えるのかっていう、まあ、食には正直で言いたいからね、うん、じゃあおいしい以外の感想ね。幸せの味しない、うん、こんなに粉がついてる昆布食うていいんかなって。630円すんの1本で。マジで俺俺とゆとりの中でもう規制測ってるから。 なるほどね。あの日本引き石っていう。おいしいな。もうええわお金のことは。うまいね。うまいね。小餅昆布マジでうまいな、うん、え今日おかわりあんの。俺とゆとり規制されてるけど。いやもうおかわりしてもいいよ全然。食いたいものを目いっぱい食うっていうのがやっぱり俺は大事やから。この心から楽しんでる人とご飯するのはすごい好きだから、うんうん、やっぱりワロさんが東京関東でそれで行ってくれる店で俺の好きそうなメニュー置いてるなって店やから、あの関西した時になんかやっぱりいろんなとこ連れて行きたいって思う。やり返してやりたい、うん、倍返し、ね、うまいのうまいのやり返したい。言うても君んちの焼肉屋さんうめえからな。俺なんだかんだずっと行ってるもんな。大阪来たら絶対売ってくれるもん。俺が一番行ってんじゃないのあの店。いやマジで来てる。めちゃくちゃ来てる。うん、このタイマジうまい。だからね、うん、さっきも食べたけど油乗ってるの知ってるから。2回も3回もね、もう同じの食べたよ。ほんま早く気軽なくご飯を遅い時間まで食べれる世の中にやってほしいなと。そうだね。この動画が上がる頃にはある程度落ち着いててほしいね。うん、あ、そうだね。うん、我々も動画に出ている以上さ、うん、まあ、定められたルールを基本的には守らんといかんやん。そうやね。だから我慢してる分ね、うん、もっと早く、いち早くね、うん、世の中が戻ってほしいと思ってる。そうやね。うん、まあ、シンジ君の気持ちわかるもん。どのシンジの気持ち、うん、そこまで深くは語らない。嘘や。俺の髪色1万人目の綾波とか言ってたの君やから。事故った綾波みたいな。うまい。下ハイボール、あとノルマ4やで。下ハイボール4いっていいの。もうノルマやで。え、4。あと4。あ、あと4がノルマ。明日降りたそういう時やね。あ、まあそういう作戦か。あ、いやいや違う。あ、なるほどな。違う違う。コケンが心配けど。フォアグラすごっ。フォアのグラよ。うん、フォアのグラだね。これはすごいね。もうグリッとグラみたいに言わないで。はい、どうも。お疲れ様です。もう行っていい俺、うん、我慢できないわ。いいよ。のどころの前では、うん、もう俺はもうおもちゃや。おいしい。おいしい。なっちゃうよやっぱり。そんなことなる、うんうん、鬼降臨しかねないよこれ。俺首怪我してるから鬼降臨だけないと思う。ないよ絶対。行事ほどうまくなきゃ無理よね。いやいや、そらそうよ。だから魚やろ、だって所詮。
や、机が揺れてるから、もうそういう編集みたいになってるもでも無編集でいける痛みより旨味やかった、うん、トイレ、うん、トイレ行ってるから鬼やっていて首よ首え、無視首痛結婚か、まだしてないけどこの動画が上がる頃にはしてるからなんかこう、そうだね、今はまだ籍を入れてないからこそある話があったら聞かせて、うん、いや俺分からんからさ、あ新教会、いや何やろな、でも ずっとしたいしたいって言ってたけど結婚、うん、なんか改めてするってなるとやっぱりこう今はする1ヶ月、あの籍入れる1ヶ月前ぐらいからちょっとなんか緊迫感みたいな感じ、うん、今あの悪もう悪いこと、もともとそんなしてないけど悪いこと、うん、悪いことほんまにできへんくなんなって思う、あれやかな、扶養家族やったわけやから確かに、まあ、俺とゆとりが芝生よりも、まあ、一応先輩としてはそうじゃん、うん、まあその、そうやね、独立というところでは、うん、でももう一気にぶち抜いて世帯持ちになるからね、そうやね、すごいよね、うん、いやでもね、俺はそのやっぱ世帯持ってる友達とかやっぱ尊敬するというか、うん、まあ、自分にできないことをやってるからすげえなって思うから、うんうん、いやでもその前にねこの嫁ちゃんの話をした時にねすごい背中を押してくれてたから、ワルさんもゆとり君もで、うん、結婚するならした方がいいと思うしっつって、うん、まあ、離婚だけせえへんように頑張りたいかなっていう式はまだ先やけどね、でも式になったらやっぱワルさんスピーチしてないいよ、うん、もう結婚式っていうのもハードル高いからね、うん、でも出席するたんびにこんなん同じこと俺にできるかってめっちゃ思うもん、出席する友達がいるとかさ、うん、まあ、家族同士がもう面会するわけだから、うん、まあ、まともな家族じゃなきゃダメとかさ、うん、まあ、その上司の言葉とか、まあ、そういう、まあ、ある程度社会的にちゃんとしないと無理なんだよね、女性からすると結婚式ってもう人生最大イベントじゃないの、うん、まあ、俺らはマルハンのスピーチだけど、うん、そうやな、うん、確かに、うん、マルハンの月一、まあ年一か、まあ、年一が一番の、まあ、人生のイベントではあるけど、うん、女性はやっぱ結婚式だから、じゃあまあいい結婚式あげたいと思うから、ワラさん、あとここにおらんけどゆとり君、あと俺の音楽の前上、みんなにスピーチいっぱい頼むから、うん、何回スピーチすんの15回ぐらい帰るよ向こうの親戚、もう気持ちよくなったら〇君だけやつ呼んで、うん、うん、あ、最後あと1回、あ、あと1杯ね、あ、そのノルマ達成な、ノルマ終わりかも、限界超えていいやっちゃうの無料だからいいよじゃあ会計 してもらおうか、そうやね、いくらやと思う、18には収まると思う、インパチぐらいか、インパチぐらいね、いやもうちょい行きそうかな俺は2万いくと思う、あ、まあ、2万くらいかな、もう1人1万、なんで切り割りかんの、もう企画崩れやん、ごちぼりやん、お会計ってここですか、はい、かしこまりました、お願いします、あの場合ここまで可愛い女の子がこの世にいっぱいおる、おる、うん、可愛い女の子のね、もう愛し続ける女は違うから、そうだね、うん、ゲイの悔しい、うん、いや、別にそんなせんかなんで俺ゲイの子や、もうそれ良くない、古き良き時代の芸能界やんけ、古き良き時代の芸能界やんけ、せえせえ、もうほんなもうここでじゃあ誓えばいいじゃん、ちょ、一旦持ち帰らさせていただいて怖い怖いね、何か間違いが起こるかもしれん、もしかしたらレッされるかもしれんおめえ女みたいなこと言うからおめえ女か、おめえ本日の会見になりますいくらやばいわこんなすんの1時間半ちょいやんな、うん、2時間もらんねんな、やばいマジで、めちゃめちゃ赤字やけど2万7000、やばい、何がどうなってそうなったの払いましょう、オッケー、ごちそうです、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいよ、多分こういうごち盛り企画ももしかすると結婚したらダメになるかもしれない、うん、急に一食3万円や、うんうん、奥さんともねこんなにお金使ったことあんまないごちそうさまっていう感じでね、まあ、今後とも総取りなりなんなりいろんな面白い企画やれたら頑張っていこうと思いますので、皆さん今後ともご視聴の方よろしくお願いします、で本日の動画ね、ワロさん見どころあんまりなかったなと思って
まあ、芝生も、まあ、言うて6号機やなって思う方もいると思いますけれども、動画自体が面白いなと思ってくださったり、今後もセブンズ TV のことを応援したいというお気持ちがございましたら、ぜひ動画の方にグッド、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そんなセブンズ TV のスケジュールがこちら。来てくれた方には、来てくれた方には婚約ステッカーお配りしておりますぜひもらいに来てください。全員結婚するみたいなノリなのそれな。というわけでね、本日もごちもり大成功というわけでここで締めさせていただきたいと思います。というわけでまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日のご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。次回は鬼が出るかもね最後にやっとかんって感じ。大丈夫、最後にじゃあ首が痛くてもセブンズ TV のエンディングに鬼が出るって完璧だ完璧だったわ。